はい、1月26日の東京市場が終わりました。まあ、今週はですね、火曜日1月23日にザラバ高値、36,984円51銭と、まあ、あともう15円ぐらいでですね、3万7000円に届くというところまで、まあ、急上昇してからはですね、まあ、今日の485円安という、まあ、ちょっと大きめの調整を経て、まあ、結果としてはですね、去年の大納会の引け値からは2275円の上昇で、まあ、今週が終わったと。まあ、今週の火曜日のですね、ザラバ高値までは3520円上がっていたわけですから、まあ、そこからは、まあ、結構まとまった下げになってですね、まあ、やはりトヨタが3000円を超えた、そして NTT のですね、1987年につけた日本株としての時価総額最高の47兆円を超えて48兆円台に乗った。そして、まあ、日経平均も3万7000円にあと15円と迫ったと。まあ、いった今週の火曜日のザラバの高値でですね、とりあえず今年になってからの日経平均の大幅上昇、大変スピードの感のあるですね、上昇は、まあ、一旦終わってですね、これからは調整局面、揉み合い局面に、まあ、入ってくるんだろうなと、まあ、こんなふうに考えられます。まあ、しかしながら今日もですね、売買代金4兆5018億円もあってですね、商いは極めて活発であります。まあ、今日はですね、このところ、まあ、上昇を牽引してきた、まあ、半導体関連株がですね、まあ、軒並み下がりました。まあ、インテルショックというふうに言ってる人もいるんですが、まあ、考えてみればですね、まあ、このところ半導体関連株は上がったとは言っても、何もかも上がったわけではなくて、生成 AI 関連のですね、まあ、NVIDIA に代表される、そしてその NVIDIA にいろんなものを供給している NVIDIA との取引の、まあ、大きい銘柄、そういった銘柄の、まあ、業績が拡大する期待感でもって、ハイテック株上昇していたわけでですね。まあ一般的な、まあ半導体関連の銘柄の業績っていうのは、むしろまあ赤字のところも結構ありましたし、そんなに良かったわけではないですよね。まあただインテルについても、まあ、久しぶりにまあ黒字になって10、12月期ですね。しかも売上も昨年に比べると2割ほど上がったということになれば、在庫調整も済んで、まあインテルの1、3月期はですね、結構期待できるんではないかっていうふうに、まあ、思っていた投資家も多かったんだけれども、市場予想にかなり届かない、まあ、予想をインテルが立ててきたことで、そうか、やっぱり半導体全般という意味ではまだまだダメだったのかなっていう、まあそういった失望売り的なものが出たのかもしれませんが、まあ私から言わせれば、そもそも半導体全部が良かったわけではなくて、まあ生成 AI 関連というか、そういうまあ、ところにまつわる銘柄だけで、まあ、正直、まあ、ナスダックも日本株市の半導体市場もですね、まあ、引っ張っていってたわけなので、まあ、ディスコの決算で明らかになったように、ディスコが、まあ、予想に届いてなくても、生成 AI 関連の最先端のところは、伸びているって言っただけで株価がそんなに落ちなかったあたりを見たらですね、昨日は。まあ、今日は下がってますけどね。そういうことから考えても、やっぱり今の半導体というのは、やはり最先端のところで支えられているということになろうかと思います。さて、来週がですね、それこそ、まあ、FOMC が30、31日にあるということもありますし、それから何と言っても来週はですね、まあ、いろんな指標、あるいは、有力企業の決算発表が、まあ、目白押しです。まあ、まずは今晩のアメリカの個人消費支出物価指数ですよね。で、決算は、まあ、アメリカンエクスプレス。そして来週は、まあ、アメリカではですね、マイクロソフト、AMD、アルファベット、この辺の決算が発表になりますし、なんといっても週末は雇用統計、そして31日、の夜中、まあ日本の1日の午前中、朝にですね、まあ FOMC の結果発表があるということですから、まあ来週もこの辺のところで大きくですね、まあ相場が動くのではないかなという感じです。
まあ、ここまで日本の日経平均の PR も16倍ぐらいになってきている中で、さらにここから上昇するにはですね、やはり決算発表でやっぱり日経平均を引っ張るような企業の決算が実際いいというものが出てきてですね、これからさらに伸びるんだというイメージが出てくれば、 PR の16倍ももっとこれが 16.5 倍とか17倍とかいう話になってくるかもしれないので、まあ、そういう意味ではですね、来週のこの決算発表というところにですね、まあ、大いに期待していきたいなというふうに思います。もう繰り返しになりますが、まあ、30日の火曜日には日本ではオリエンタルランド、小松、NEC、キヤノン、JR 東海とかの決算発表もあるし、アメリカではマイクロソフト、アドバンストマイクロデバイスでアルファベットの決算、そして31日は日立、アドバンテスト、レーザーテックというこのですね、まあ、特にアドバンテスト、レーザーテックあたりはですね、まさに日本の今株式市場を引っ張っている、会社の決算発表ですね。で、アメリカではボーイング、まあ、ちょっとこれあんまり良さそうじゃないですけども、マスターカード、クアルコムの決算、そして2月1日はですね、メタプラットフォームズ、メルク等の、決算、そして2日はですね、アップル、アマゾン、シェブロン、エクソンモビル、この辺の、決算が集中します。そういう意味ではですね、来週はここから株式市場がですね、本格的に一旦調整するのか、あるいはもう一遍高値で持ち合ってもう一回上を見に行くのか、これのですね、大きな転換点におそらくなるんだろうなという気がいたしています。ただ今年になってからの日本株の上昇を見て感じるところはですね、やはりダウがですね、アメリカのダウが高値更新していると言ったもののですね、実際アメリカのダウ今年になって去年に比べてそんなに大きく上昇しているわけでもないし、ナスダックでもですね、上がっているとは言ってもまだ過去の高値を超えているわけでもないし、上昇率も日経平均なんかに比べれば非常にまだ小さいわけですよね。ですから明らかに日本株っていうのがですね、アメリカ離れしてきているということも言えると思うんですね。まあ、ある意味、昨日のアメリカ株式がしっかりだったのに、今日日本下がって日本弱いねという方する人もいるけれども、一方でアメリカの写真相場ではなくなっている一つの証拠でもあるということになろうと思います。それから今週はですね、中国で取引されている日本株の ETF が売買停止になって今日から再開されたそうなんですけれども、これも結局中国ではですね、海外に中国の投資家が持っていける資金というのは決まっていてですね、中国で ETF の取引が高まってもですね、この ETF の口数を増やすわけじゃないわけですね。したがって、そこにある投信をETF をみんなで売買しているので、本来の原資産の価値よりも高くプレミアムつけて売買していて、それがあまりにもプレミアムがつきすぎたので、要するに売買停止にして落ち着かせたっていうのが実態なわけなんですね。でも逆に言うと、非常に利に悟い中国の個人投資家たちがですね、そうやって日本株の ETF に夢中になってるっていうこと自体、これがですね、やっぱり日本株がいかに、とにかく、中国は日本に対してですね、非常に日本の印象を厳しくね、見るようなことを、あれだけ政府がやっていても、ちゃっかり株式市場ではですね、日本が儲かると思えば、日本の、ETF を一生懸命やるわけでして、本音と建前の違いっていうのはここにわかるわけですね。やっぱり中国人が思い切ってこうやって日本株をやってること自体、実際それが日本に実際のお金として入ってこなければ日本の市場のインパクトにはもちろんならないんだけれども、しかしながらそういう意味で中国が日本に注目してるってこと自体がですね、中国の経済成長、
そして中国が日本を追い、GDP で追い越していこう。ちょうどそのあたりでずっと日本はデフレで、日本株がずっとダメで、その間中国が良かった時期ですから、ある意味中国の個人投資家が目覚めて、初めて日本にですね、気がついてきているということなんですよね。そうすると、まあ中国の当局もですね、ある意味日本の、まあ、投資をもう少ししやすくした方が、ガス抜きになるということがあり得るかもしれない。そうなってくると、いろいろかかっている規制を少しずつ緩めていったりする可能性も当然のように出てくるんだろうというふうに思われます。また中国に限らず、まあ、アメリカやヨーロッパ、いろんなそれこそ中東も含めたですねところの、まあ、投資家たちもですね、日本株に対する期待というのが非常に膨らんできていますし、日本が本当の意味でデフレから脱却するということが本格化してくるということになれば、日本株に対してですね 強烈にですね、まあ、このインパクトのある買いを増してくるということは十分考えられますね。そして、まあ、昨日のテスラの決算ではありませんけれども、結局 EV 一辺倒、EV 専業ではもう伸びることがほぼ難しいということになりました。そして、やっぱり車のですね、その中心はですね、やはりガソリン車である。ガソリン車であり、かつ、まあ、ハイブリッドであると。で、もちろん、内燃機関の車でガソリンじゃなくてもいい。まあ、フルエルでもいいんですけども、まあ、いずれにしても内燃機関の、ある、そのエンジンで動く車にがですね、やっぱり中心であって、で、その中でも中んづくハイブリッドが中心であるっていうことが、もう世界で認識改めてされてきている中でですね、やっぱり日本株に対するですね、認識が、日本の技術力というものに対する認識が、海外では極めて高まってきているっていうこともですね、日本の株式市場にですね、非常に大きなインパクトを与えているということになるんだろうなというふうに思います。まあ、いずれにしましても、今年になってからのもうお祭り騒ぎのような日本株の上昇っていうのはとりあえず今週で一旦一つのピークは打ったんだろうと思いますが、次今年の第2弾がいつから来るのか、そのきっかけには何がなるのか、まあ一つはですね、やっぱり来週のいろんな日米のですね企業決算、こういったものに注目されますし、それからもう FOMC でどういった話が展開するのか、そして雇用統計はどうなっていくのか、まあいろいろと来週もですね、見逃せない材料がたくさんあるので、まあそういったところをですね、しっかりと見据えてですね、やっていきたいなというふうに思います。まあそれから、まあ日銀は動かなかったと言いながら、記者会見の内容等々でですね、あるいは、日銀がですね、物価の上昇に対して、まあ、いわゆるその角度、安定的に物価が上昇するその角度が上がってきているということを文言に書いたということで、日銀のですね、マイナス金利の撤廃というのも今回はなかったけれども、近々あるという見通しが出てきているということで、まあ、金融株が非常に一旦上がって、まあ、昨日今日ちょっと高値取ってからは押してますが、やはりでも一段居所の違うところにも上がってきているということで、まあ、日本株への期待がですね非常に高まっているわけです。まあ、そんな中で、まあ、NISA でですね、日本の投資家基本的には積み立て型の投資は海外の投資信託にどうやら流れているようで、あまり日本人は日本の株を買ってないようですね。まあ、個人の売買動向を見ても2週目までは結構売り越してましたが、まあ、3週目からは結構拮抗してきていて、今週あたりは結構、まあ、下がってますけど買ったのかもしれませんね。これが今後どうなっていくのか。そして、まあ、積み立て以外の成長投資のところではですね、高配当の JT なんかを中心にですね、日本人も結構買ってるようですけれども、こういった裾野が今後どんなふうに広がっていくのか、こういったところもですね、来週以降の大いなる注目、大いに注目できるところだろうと
というふうに思います。いずれにしても1989年の高値っていうのは、私はもう今の日経平均とは全く比べる内容ではないので、あんまり意味がないと実は思ってはいるんだけれども、とはいえ世間の関心は非常に高いし、いつこれが抜けるのかということに関心が集まっている以上、まあ、これを、まあ、無視してはかかれませんが、あっという間になんていうかあっさり抜けてしまうのではないかなと。実際この36,984円51銭まではね、あれよあれよであっという間に行ってしまいましたね。だからそういうことからすると、もうあとですね、それこそ2000円ぐらいの話なので、まあ、今年になってから安値から3500円ぐらい瞬間上がったことから考えるとですね、あと今年の高値から2000円ぐらいのことっていうのはですね、何かのきっかけであっという間に抜けてしまってですね、そんなに力込めて物を言わなくても、知らないうちにもう抜けてましたねと、こういう感じで話をしているような状況に、まあ、おそらく今年の、まあ、半ばぐらいにはおそらくなっているのではないかなと、こんなふうに思っています。どうしても株式がこうやって高値で波乱が起こるとですね、自分の持ってる株をですね非常に気になってですね、売ったり買ったりしながらポジションがフルインベストメントになっていたり、あるいはほとんど空っぽになっていたりとか、いろいろあるんでしょうけど、基本的にはフルインベストメントに近い状態を保ちながらですね、キャッシュポジションを 何十パーセント、まあ、2割なら2割、3割なら3割、まあ、少ない人は1割でもいいんでしょうけど、それを上手にやりながらですね、トータルでは配当を取りながら、そして、日本株のこの上昇についていくと、そういう戦略を取るべき時期にいよいよ来ていて、まあ、長年、上がれば必ず下がるというパターンで来ていた日本株ではもうなくなってるってことに、もう賢明な皆様は気づいてると思いますけれども、場合によってはそうでない人もおられるかもしれませんね。したがって基本的にバイアンドホールドを中心にしながら、まともな銘柄をバイアンドホールドしながら、一部のキャッシュポジションでもって日本株をしっかりとですね、まあ、折り返しながらキャピタルゲインも取っていくと、こういうことでやっていくべき時期にいよいよ来たなという気がしています。 KIS というですね、オンラインによる投資のサロンのメンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですねマーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。